ヒテムズ六号壁、阿弥陀浄土図法竜寺近道壁画は、奈良県イカルガ町の法竜寺近道の壁面に描かれていた仏教壁画である。制作年代は7世紀後半から8世紀初めと推定される。確実な歴史的資料がないことから、作者は不明とされている。インドのアジャンター石窟群壁画、中国の頓孔伯窟壁画などと共に、 アジアの古代仏教絵画を代表する作品の一つであったが、1949年の火災で焼損した。焼け残った壁画の現物は、法隆寺経大の収蔵庫で保管されているほか、火災前に模写が制作されていた。火災後の1967年に壁画再現事業が発願され、翌年完成した。壁画の画像は、外部リンクも、参照のこと。 和田英作が近藤楽景の図、法隆寺近藤の壁画といえば、近藤外人の土壁に描かれていた12面の壁画を指すことが多いが、これらの他に、内人小壁に描かれていた非天の壁画20面と、外人小壁の山中羅漢図18面があった。このうち、外人の壁画12面は1949年の近藤の火災で焼損し、小壁の羅漢図は、 跡形方もなく粉砕されてしまった。内人小壁の秘伝の壁画20面のみは1945年に当時取り外されて別の場所に保管されていたため難を免れた。法隆寺今道壁画の芸術的価値は日本において文化財の近代的な調査、保護が始まった明治時代初期からすでに認識されていた。壁画の劣化、落は 当時から始まっており、いかにして、壁画の劣化を食い止め、後世に伝えていくかについては、明治時代から検討が行われていた。1940年からは、当時の一流の画家たちを動員して、壁画の模写事業が開始された。模写事業は、第二次世界大戦を挟んで、戦後も続けられたが、1949年、不審火によって混同が炎上。 壁画は焼け焦げてその芸術的価値は永遠に失われてしまった。この壁画焼損事件は日本の文化財保護の歴史における象徴的な事件として記憶され文化財保護法制定のきっかけとなった。また壁画が焼損した1月26日は文化財防火デーと定められ日本各地の社寺等で消火訓練が行われている。現在 法隆寺近道にある壁画は1967年から1968年にかけて当時の著名画家たちによって復元されたものである。焼け焦げたオリジナルの壁画は1951年に抜き取り作業が始まり、法隆寺内の大宝蔵殿の裏手の収蔵庫に焼け焦げた柱などと共に保管されている。収蔵庫は湿度の変化を避けるため非公開となっているが、 公開に向けて環境調査などを行っている。収蔵庫内の核壁画は鉄枠や合成樹脂で保護されているが、生損した壁画が現在も境内にあることを知らない人も多い。専門家による近藤壁画保存活用委員会による検討を経て、2021年秋には保存活動への支援金を募るクラウドファンディング協力者500人に限定した。 公開が行われる予定である。放流事故同章層は、外人が正面5件、側面島、内人が正面3件、側面2件である。ここで言う、間は、長さの単位ではなく柱間の数を表す、建築用語であり、5件とは、柱が1列に6本並び、柱間が5つあるという意味である。外人の周囲には、もこしと呼ばれる。 久し部分があり、一般配管者が立ち入りを許されるのは、このもこし部分である。外順の正面5軒の内中央の3軒、背面の中央間、両側面のそれぞれ、北から2軒目、以上6面の柱間には、扉が設けられ、残りの12面を土壁とし、ここに壁画が描かれていた。壁画には1号から12号までの番号が振られている。東側の扉を入って、 左側の壁が1号壁で、その隣が2号壁、以下、時計周りに番号が振られ、東側扉の北側に位置する壁が12号壁で、ある。壁面の大きさは横幅2 5 5 2 6 0トル前後の、大壁と、横幅1 5 5トル前後の小壁の2種類がある。当面の1号壁、西面の6号壁、 北面中央扉の左右に位置する9号壁と10号壁の、計4面が、大壁、外人の四隅に位置する残り8面が小壁である。上記12面の壁画のすぐ、上、すなわち柱抜きと天井の間の小壁面には、三中羅漢図の壁画18面があった。この、三中羅漢図については、明治時代以前に5面がすでに塗りつぶされて、 残りも1949年の近藤の火災の際に粉砕され、現存していない。火災以前の写真は一面分が残るのみで、あとは明治時代に桜井幸運という画家が残した模写によって、おおよその図用を知るのみである。内陣のおなげし状の小壁には二重面の秘定の壁画があった。内陣は正面三件、側面二件で、正面、背面。 両側面に、計10件の柱間があり、一つの柱間に2面の壁画があったので、計20面となる。壁画には1号から20号までの番号が振られている。南側東端が1号で、イカ時計周りに2号、3号と続き、東側南端が20号である。これらの壁画は、1949年の火災の、 際には取り外されて、別途保管されていたため難を免れた。これら20面の一部は、寺内の大宝像殿で展示されることがある。十号壁、薬師浄土図、外人の壁が12面のうち、1号、6号、9号、10号の4面の大壁には、三尊物を中心にした浄土図が表され、残り8面の小壁には、各一体ずつの菩薩像が表されている。 大壁四面の主題については、一号壁イコール、釈迦状ドズ、六号壁イコール阿弥陀状ドズ、九号壁、イコール弥勒状ドズ、十号壁イコール薬師状ドズと、するのが通説となっているが、遺説もある。鎌倉時代、法流寺僧の剣信の繊維になる、聖徳太子伝式には、近藤壁画について言及している部分があり、東の壁は、宝省如来、西の壁は、 阿弥陀如来、北の裏戸の西脇壁は、釈迦如来、北の裏戸の東脇壁は、薬師如来を主尊とした浄土を描いたものだとしている。近代以降、壁画に対する美術史的研究が進展するとともに、大使伝式説とは異なる、尊名否定が行われるようになった。その一つは、四岡部の主題を、根校妙行に説かれる四方四仏を表したもので、 あるとする説である。根校妙行の司法4物とは、東イコール圧縮物、西イコール無料樹物、南イコール放送物、北、イコール微妙生物である。この場合、1号壁イコール圧縮、6号壁イコール網田、9号壁イコール微妙性1号壁、イコール放送、となる。この説は1916年。 美術史屋の滝聖一の諸説によって知られるようになったが、明治時代末期に、小野玄妙も同様の説を唱えていた。しかし、阿弥陀以外の圧縮、微妙性、放送については、上代に、造像霊が見られないことがこの説の難点であった。福入吉郎は1917年に発表した説で、滝説を批判し、上代の司法四仏は釈、迦、阿弥陀、弥勒。 薬師の組み合わせに限られるので、法隆寺近堂の四大壁についてもこれらの仏の浄土を表したものだとした。その例章として、天平二年に建立された、なら、幸福寺五十頭の初層には釈迦、阿弥陀、弥勒、薬師の浄土を表現した、祖像群が安置されていたことを挙げている。源の豊州も1926年の論文で、四大壁の主題は釈迦、阿弥陀、 未六、薬師の四仏であるとした。近藤壁画の四岡部は、東西南北の方位に正確には対応していないが、源の説では一号壁イコール南方釈迦、六号壁イコール西方阿弥陀、九号壁イコール北方未六、十号壁イコール東方薬師に当たるとする。四方を守護する四天王像は、実際に安置される場合は、 東西南北ではなく仏壇の四隅に配されるが、源の説では、法隆寺近道壁画の方位のズレについても4、天皇の安置法と同様であると解釈する。内藤東一郎は1931年の論文で、一号壁で主尊の周囲に描かれているのは、釈迦十代弟子像であることを指摘し、図像の面から一号壁は、釈迦上土図であるとした。 六号壁については、中尊の陰相や両脇寺が、観音菩薩、静止菩薩であることから、これを、阿弥陀浄土図と見ることに、異論はない。残る九点一例号壁については、前述の通り、九号壁イコール弥録、十号壁、イコール、薬師とするのが通説であるが、そのように断定する決め手に欠けている。中国や日本で、弥録像を、 以像として表す例が多いことから、中村を以像とする十合壁を、魅力不浄度とする説もある。水野誠一は1965年の論文で九合壁に、見える六新小像を、約四十二新小像の一部とみなし、九合壁、イコールクスし、十合壁イコール、魅力とする説を唱えた。水野は、従来の諸説は、方位にとらわれすぎていると指摘し、 壁画の図像そのものを重視することの必要性を説いた。なお、松原智美は、水の説を評価しつつも、水野が、薬師十二神小像の一部とみなした六体の像の、うち四体については、八部衆のうちの四体を表したものだとしている。前述のように二十面が現存するが、二十面とも、図様は、全く同じで、飛翔する天神二体を表す。 すべて同じ死体を用いて製作されたものと思われる。サイズは縦約71センチメートル、横は約136センチメートルである。直射日光があまり当たらなかったと思われる、北面の14号壁、16号壁などが保存状態が良い。オリジナルの壁画は土壁に白土下地を施した上に彩色されていた。使用されていた画材は以下の通りである。 近藤壁画は、原寸大の下絵を壁面に転写した後、再色されている。下絵を壁面に転写するには、年始法、大圧線引き法という二つの技法が使われたと、推定されている。年始法は、下絵の裏面に色光を置き、これを壁面に乗せ、ヘラなどで、輪郭線をなぞり、カーボンコピーの要領で画像を壁面に写し取るもので、ある。 大圧線引き法は下絵を壁面に乗せ、先の尖った棒などで輪郭をなぞり、壁面に黄線を刻むものである。下絵の転写後、彩色の上、輪郭線をベン柄で書き起こすという技法で製作されている。彩色は赤系と緑系のコントラストを強調し、立体感を出すために熊取りを多用している。また、衣などに、雲原彩色が用いられている。 書き起こしの線は、鉄線描と呼ばれる、悲壮のない力強い線で描かれている。法隆寺壁画について、インドのアジャンターセックツ群との類似が説かれることも、あるが、上述のような様式的特徴は、トンコーの抜光靴などの初島絵画に見られるもので、直接的には、中国絵画の影響を受けたものと思われる。作者については明らかでないが、壁面によって、 作風の違いが見られることから、数人の共同制作と推定されている。近藤は、法隆寺で、二王会が行われた、自童天皇7年までには混流されていたと、推定されており、壁画の制作時期は7世紀最末期から8世紀の、ごく初期頃と思われる。六号壁、阿弥陀浄土図の部分天平19年の、法隆寺資材長には壁画についての記載が見られない。 しかしこれは当時壁画が存在しなかったということではなく、壁画は近藤の建物と一体のものとして、資材とはみなされていなかったものと推定されている。壁画について言及した最古の文献は、過剰元年頃に大江近道が表した七大事日記である。ここで、大江近道は壁画を、倉作りの鳥すなわち、法隆寺近道本尊の作者である。 一人物資の筆としており、当時そのような伝承のあったことがわかる。鎌倉時代、法隆寺の僧、剣馬が表した、聖徳太子伝式も、壁画の筆者を、蔵作りの鳥としている。江戸時代中頃に、ガラン修復の記者を募るために、近藤の公開が行われたことから、近藤壁画への関心が高まった。開英5年に 要当留帝の自ユ優さんによって記録に残る最古の模写が行われ、現在は山梨県の方向寺に所蔵されている。この時行われた模写は原色を使用した想定復元模写であり、現状模写ではない。明治時代になってヨーロッパからの来訪者が日本美術に関心を示すようになり、近藤壁画もその対象となった。1883年に、 パリの美術賞、ジーグフリートジングの、息子マルセルビングの食卓によって、奈良県の画家森本新山が六号壁壁画の模写を行い、現在は、偽美術館に収蔵されている。翌1884年には、アーネスト佐藤の食卓によって、復古山戸絵派の画家、田中由美の門人桜井幸運が九号壁壁画の模写を行っている。模写は、 ウィリアム・アンダーソンのアンダーソンコレクションに加えられ、現在は大英博物館に収蔵されている。外国人からの評価によって、近藤壁画の貴重さや芸術的価値が徐々に認められるようになり、1887年頃に提出博物館のために幸運が再度模写を行っている。また、1907年から1931年頃にかけて、 鈴木空女という画家も模写を行っている。古写字保存法が交付された1897年には壁画をガラスで覆って保護することが検討されたが実現はしなかった。1915年には文部省に法隆寺壁画保存法法調査委員会が設置されたが、これはその2年前に死去した岡倉角像の発案によって設置されたものであった。 この委員会は4年後の1919 19年に科学的保存方法についての報告を出した後、解散。壁画の科学的保存処置については、一部の壁で試験が行われたのみで、具体的には進展しなかった。この間、1917年には壁画を保護するためのカーテンが設置され、翌年から壁画は春秋の一定期間のみ公開することになった。 1934年には、文部省に、法隆寺国宝保存事業部が設置され、法隆寺仮覧のいわゆる、昭和大修理が、国の主導で進められることとなった。1939年には、文部省に、改めて法隆寺壁画保存調査会が設置され、美術や、歴史の専門家のほか、自然科学の専門家も参加して、 壁画の劣化防止と保存の対策が検討された。壁画を従来通り混同内で保存する方法と、取り外して、別途保存する方法とが検討されたが、壁画の取り外しについては、寺川が進行上の理由から反対し、結論はなかなか出なかった。この間、1935年には、京都の美術書出版社である便利堂が、壁画の原寸大写真を撮影した。 オリジナルの壁画が生存した今では、この写真が貴重な資料となっている。便利堂では、壁画を数十枚の部分に分けて撮影した、原寸大、モノクロ写真のほか赤外線写真や色分解写真も撮影している。当時の日本では、カラーフィルムが普及していなかったため、フィルターを用いた四色分解によるカラー写真が撮影された。 便利堂は1938年には、コロタイプ印刷による壁画の複製を制作している。科学的保存方法の検討とは別に、壁画の現状模写を制作することになり、当時の代表的な日本画家4名が分担して、1940年から模写が開始された。しかし、日本が太平洋戦争に突入し、 1942年頃に模写事業は中断した。終戦間際の1945年には、近藤の解体作業が始まった。この解体は修理のためでもあったが、戦火を避けるために、美術品だけでなく、建造物も貴重なものは解体して、部材を疎開させようという意味もあった。近藤は、上層部分の部材が解体され、 初層と上層の間の天井岩まで外された段階で終戦を迎えた。小村壁画に合唱する法隆寺の佐伯木貞津具勘塾。1949年1月26日の早朝、近藤に火災が発生した。当日の東京日日新聞、放置新聞の報道によれば、午前5時頃に住職の佐伯貞津具が朝の吻行を行った際には、 異常がなかったが、午前7時20分頃に出火し、午前9時前後に追加。原因については、公式には、壁画模写の画家が使っていた、電気座布団から出火したとされているが、模写に使用した、蛍光灯用の電熱器が、火元とする説放火説などがあり真相は不明である。出火当時、近道は前述のように、半解体されており、天井より、 上の上層部分と、こし部分の部材は、解体済みだったため難を免れた。また、内部に安置されていた、釈迦三尊像等の仏像も大行動、大宝蔵伝等に移り出されていたため無事だったが、壁画は、蒸し焼き状態になり、初層の柱、頭抜き、組物なども表面が黒焦げになってしまった。なお、法隆寺近道壁画についてはしばしば、消失したと。 表現されているが、口術のように、オリジナルの壁画は黒焦げになったとはいえ、幻想にしているので、焦損したとするのが妥当である。焦損した壁画は、アクリル樹脂と尿素樹脂を注入し硬化され、1954年10月から翌年3月にかけて、再組み立てされ、寺内の食堂東側に建設された、収蔵庫に収められた。 この収蔵庫には焼け焦げた壁画と柱などの部材が従前の配置のままに置かれているが保存上の理由から普段は一般には公開されていない。近藤は解体中で被災を免れた部材は再利用し、焼損した初層軸部の部材は新材で復元した上で1954年に竣工した。火災後の壁画は色彩がほとんど失われ、 輪郭線がかろうじて残って、メガフィルムのような状態になっている。使用された絵の具のうち、ベン柄のみは、火災後も、化学変化を起こさずに残存しており、輪郭線も、ベン柄で描き起こされていたため残っている。壁画のうち、1号大壁10号、大壁などは小村後も、比較的図用が残っており、12号壁の11面観音像は、 全体の図用や衣の文様なども鮮明に残っている。一方、壁画中の最高傑作と言われた六号壁の阿弥陀浄土図は甚大な被害を受けている。中村の阿弥陀如来像の顔のあった部分には消化ホースを通すための穴が開き、この部分の図用は完全に失われている。向かって、右の脇地像は世界文化遺産切手の図案にもなった著名な絵だったが、 顔の部分の絵の具はほとんど失われている。王子壁上部の山中で修行する、羅漢図は消失したが模写が残る。これらの小村壁画は通常は一切公開されていないが、法隆寺の世界文化遺産登録を記念し、1994年11月1日から11月23日にかけて抽選で当選した人にのみ特別公開された。また、 毎年7月下旬に行われる法隆寺柿大学の参加者には特別仮覧見学として公開されている。焼損した壁画と焼け残った内人小壁の秘天図は1958年2月8日、近藤外人級壁画12面、近藤内人級壁画20面として重要文化財に指定された。和田英作による五号壁の模写1940年から、 始まった壁画の模写は、以下の4名の画家が、それぞれ数名の助手を率いて担当した。4名のうち、新井漢方と、入江箱の2名は、当時においてもさほど巧妙な画家ではなかったが、美術史や、多喜聖一の推挙で大役を任されたものである。新井は、インドのアジャンターセックス軍の壁画を模写した経験が、評価された。イリエは、大正時代に、 土田漠泉、村上科学らが創設した国画創作協会のメンバーであったが、1928年に同協会の日本画部が解散してからはもっぱら古画の模写に没頭し、模写専門の画家といって差し支えない存在であった。荒井、入江、中村、橋本の各パンはそれぞれ、大壁一面、小壁二面ずつを受け持つことになり、一号、六号、九号、 10号の4つの大壁をどの班が受け持つかは抽選で決めた。8面ある小壁については、2、5、8、11号の4面はそれぞれ担当が決まったが、残りの4面はどの班が担当するか未定のままで、結局着手されなかった。着手された模写についても、橋本班担当の9、11号壁、中村班担当の1号壁などは未完成に終わっている。 当時、模写を、日本画と洋画のいずれで行うかについて、壁画保存調査会で論争があり、洋画家の和田栄作は、法隆寺壁画の色彩は洋画でなければ出せないと、主張したのに対し、安田幸彦らの日本画家たちは、あの線は、日本画でなければ描けないと主張して、互いに譲らなかった。結局、模写は、日本画で行うことになったが、それとは別に、和田栄作は、 個人として、油絵での模写を行うことになった。和田が模写したのは五号壁だが、これも未完に終わっている。模写は1940年から始まり、近藤内では、当時日本では、軍事用以外には使われていなかった、最新機器である蛍光灯が照明として使われた。模写方法は、 便利堂が撮影した原寸王写真を和紙に薄く、コロタイプ印刷したものに再色をしていく方法であった。ただし、4版のうちで、入江版だけはこの方法を取らず、揚げ写し法と呼ばれる伝統的な模写技法を固くなに守って制作した。揚げ写し法とは、古賀の原本や写真版の上に薄い和紙を重ね、透けて見える線をよく観察した後、 和紙を持ち上げ、原画を見ながら、線を引くというものである。この時用いられた和紙は、神宮紙というもので、明治神宮外苑の聖徳記念絵画館に飾られる、明治天皇の生涯を描いた絵画制作のため、高知県で特別にすいた紙であった。京都出身の入江と、関東から来た他の三名との間には、模写方法の違いだけでなく、何かと対立があったという。 模写作業は、狭い近道の中の狭い足場の上で行われる、困難な作業で、なかなか進捗しない上に、手当も極めて安かった。そして、戦時色が濃くなった1942年頃には、模写作業は中断されてしまった。模写は、戦後に再開されるが、新い、入江の両名は、それぞれ1945年、1948年に、他界しており、 壁画小村のニュースも知ることはなかった。なお、入江藩の助手の中には、後に悪役俳優として著名になる吉田義雄がいた。前述の通り、一部部材を焼損した法隆寺近藤は1954年に解体修理を終えて復旧したが、壁画の描かれていた壁は空白のままであった。その後、1967年に至って法隆寺の発願、 朝日新聞社の講演で改めて再現壁画を制作して壁にはめ込むことになった。担当した画家は以下の14名である。1940年から始まった前回の模写の時と違い、今回は法隆寺の現場ではなく各自のアトリエで制作が行われた。技法は和紙に原寸王写真をコロタイプ印刷したものに再色していくものである。 和紙は、福井県の岩の製紙所で製造したもので、普通の大きさの和紙を、杭イと呼ばれる技法で、見た目には、継ぎ目がわからないようにしてつなぎ、縦約3.1メートルの巨大な画面を作った。絵の具は、京都の岩田方向道で特別に調整した。今回の模写には、橋本昭春が引き続き参加したほか吉岡、吉田、近藤、野島、 大算も前回の模写に助手として参加していた画家である。この再現壁画は1967年から制作を開始し、1年足らずの短期間で、翌1968年に完成。パネルにはめ込んだ上で近藤の壁に設置された。同年11月に海岸法要が営まれ、法隆寺近藤内部はようやく火災前の姿に戻った。 法隆寺では、毎年1月26日、近藤と収蔵庫にて、近藤壁画小村自粛法要害となまれ、その後、防火訓練が行われている。山中羅関図は、粉々になって一部の破片しか減損しないが、デザイン会社取締役の松田誠平が、小写真などから復元に取り組んでいる。松田は、コンピュータグラフィックスも活用し、 他の壁画の着色復元や研究も進めている。松田は、ラカンズは、法隆寺からの眺めを参考にしており、背景の山々は、二条山の尾岳と山とカツラ山、手前の丘は、藤の木古墳がモデルと推測している。ありがとうございます。